フィクションとコスデコのコンシーラー比べていきます。4色パレットでハイライトが1色入ってます。値段も容量もほぼ同じです。アディクションにはブラシがないけどコスデコにはついてる。テクスチャーコスデコのが柔らかいです。アディクションの方が固めです。明るめピンク系ならこれ一択。この3つは比較的似てます。これはオレンジもありつつベージュもありつつな使いやすいカラー。これは全体的にオレンジが強い。これはオレンジと濃いベージュと混じっているカラーです。使ってみます。アディクション1番、コスデコ1番、アディクションの2番とコスデコの2番。馴染ませやすい、扱いやすいのはコスデコだと思いました。保湿をしっかりすれば使いやすいのがアディクションで、特にこのピンク使いやすいです。粉が濃い方におすすめしたいのはどちらとも2番のカラーですが、ベージュがしっかり入ってるコスデコの方が肌の色と合わせやすいです。迷った方はコスデコの1番がいろんな悩みに対処できそうな